はい、どうも皆さんこんにちは、迷彩ウルフということでね、今回は、特殊警棒でも紹介しようかなと思って、今動画回してます。はい、で最近暑いっすね、暑いわ。今部屋のね気温が 26.2 度っすね。でこの動画でねボーって多分音が聞こえてると思うんですけど、これ扇風機の音っすね。はい、まあ、ちょっと鬱陶しいかもしれないですけど、扇風機はちょっとつけさせてください。はい、26度もあるんで、はい、では頑張ってね動画撮っていきたいと思います。まあ、警棒なんですけど、僕警棒ね今2本所有してます。1個がねこちらユイルの、ロックピン式のね、2段警棒、まあ、ロック式なんでね、ここにピンがついてます。だから普通の警棒ってね、地面とかに思いっきりこう叩きつけて収納すると思うんですけど、まあ、ピンがあるんでね、これを押しながら、下げてやると簡単に収納ができるっていう、警棒ですね。はい、1個がこれ でもう1つがね、ノーベル工業さんの、特殊警棒、これは3段式ですね。ちょっと振り出しがよいしょ、さっきのね2段式みたいにここにピンが、まあ、ついてないんですよね。だから地面にねこう叩きつけたりとか、あとハンマーでコンコンってね叩いてやれば、収納できます。今振り出しが甘かったんで手で直せましたけど、本当に重きし振り出したら手でなんか戻らないんでね。はい、まあこれ一応ね本物の警棒なんですけど、まあこれを所有していいかというと、まあ所有に関しては OK なんですよね、今の日本の法律では。これをね所有地、自分の土地以外で持ち出すとなると結構日本のね法律がもうガッと絡んでくるんでね、ちょっとややこしいんですけど、今のところねこれは銃刀法には引っかからないんですよね、銃でも刀でもないんで。これを外に持ち出すと、何に引っかかるかというと軽犯罪法に触れます。はい、まあ、軽犯罪法は確か鉄の棒とか、他の生命を害する、ものを隠し持っていたものやったかな、確かそんな感じだったんですけど、じゃあ隠し持たなかったらいいんかっていうとそうでもなくて、使用用途が要はないと、ダメと。はい、だから業務に使うんであれば、持ち出し OK ですね。はい、でその業務っていうのが仕事をしてねこのお金をもらうっていう業務じゃなくて、別にボランティアとかでもいいんですよ。例えばねこの、まあ、集団下校の子供のこの見守り隊みたいなやつでもいいんですよ。それでもね業務なんで、これを持ってても、まあ OK と。はい、あと現金輸送とかアルソックとかよくねこう三段警棒をこう持ってねこう仁王立ちでこういますよね。よく見るんですけど、はい、まあああいうのとかも OK ですね。でまあダメなのがまあ個人のあれっすね、まあ、例えばね、まあ、給料がすごい入って、一気に下ろしましたと。銀行から家まで運ぶのが怖いから、これを持ってたとかは、もうダメっすね。もう業務でも何でもないんで。はい。まあ、そんな感じっすね。まあ、僕はね、基本、ホームディフェンス。まあ泥棒とか入ってきた時とかのことを考えて持ってたりとか、まあほぼほぼ趣味っすね、観賞用で、2つ持ってます。はい、こっちを先に買ったんかな、こっちがね20歳ぐらいの時に買った、うん18歳からね、20歳までがもうエアガンにどっぷりハマってたんで、まあエアガンが落ち着いてこう次はこの本物志向の武器にはまったっていうね、うん、これ日本橋のねとこで買いました。はい、なんか店の人にめっちゃ勧められたこれすごい頑丈ですよお兄さんって言われてね、うん、これ何倍やったかな、9000円ぐらいだったかな。はい、
まあ、すごい頑丈っすね。あ、はい、あの材質がね、もうハンマーですこうハンマーを棒にしたっていう感じっすね、うん、めっちゃこれやばいっすよ。あのこれで殴られたら一発で、多分足とかにねバーンってやったら一発で歩けなくなる感じっすね、うん、これはできることなら使いたくないっすね。はい、でこっちがねスチール製、あのこっちよりねめっちゃ軽いんすよ、こっち。はい、で二段式なんでこっちの方が家の中で取り回しがいいっすね。こっちの三段式はどっちかというと外とか、この広い家まあ僕ん家あんまり広くないんで、もっと広い家とかじゃないと、あのいろんなものがねもう壊れちゃう、これで。はい、まあ、そんな感じっすね。はい、で実際にね腰につけるとまあこんな感じになりますね。はい、なんか服装がねなんかもう警備員の人みたいですねまあこれ僕の私服なんですけどね。はい、まあ、こんな感じと、あ、出した時に伸びるっていうね。はい、こんな感じっすねはい、じゃあこんな感じでね、特殊警棒の紹介でした。